はい、皆さんこんにちは、まさやんです。さあ、今回は放課後の自習室の公式 LINE の使い方について3つお話ししたいと思います。それではまず1つ目。1つ目はもう使ってくれている人も多いみたいなんだけれども、古文単語の検索に使ってみてください。例えば昔なんていう風に古文単語を入力します。そして送信すると、そのお菓子っていう単語の意味を皆さんにお伝えします。次に文法事項の検索です。放課後の自習室の YouTube チャンネルにはかなり多くの文法動画が載っています。でもそれを検索するのってちょっと大変だよね。ということで、調べたい言葉、例えば助動詞の意味を入力してみましょう。こんな風に水量っていう風に入力して送信します。そうすると水量の意味を持つ助動詞について解説した動画を皆さんにお伝えします。今回はムー、ムズ、ベシ、そしてマシっていう助動詞が水量の意味を持っているので、3つの動画のリンクが送られました。この中から自分が見たい動画を見つけてチェックしてみてください。その他、助動詞の意味だけじゃなく助動詞の基本形、文法用語、などにも対応しています。もちろん助動詞だけでなく、助詞の動画も用意してますので、調べたい助詞、格助詞だったり、接続助詞だったり、入力して検索してみてください。さあ、そしてラストが、作品の検索です。テスト前に、学校で習ったこの作品についてもう少し深く学びたいって思った人、ぜひ使ってみてください。例えば移ろいたる聞くと入力してもらうと、その動画をまとめた再生リストのリンクをお伝えします。ぜひそこから飛んでテスト前の勉強に役立ててみてください。はい、ということで今回は放課後の自習室公式 LINE の使い方についての解説動画でした。登録はこちらの QR コードまたは概要欄のリンクから登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。